よいしょっと。こんばんは。あ、なんかすごい。あ、すごい。iPad が動いてる。なんか画角が変わってるんだけど。止まっちゃうじゃないか。そんな動く？何？そんな、なんでそんな動くの？次は。うん、動かないで。しゅうさん、くまさん、ありがとうございます。りょうさん、結婚してありがとうございます。こんばんは。にゃーりすさん、50円単価でありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ゆりだよ、こんばんは。初見です、こんばんは。やば、先立ったよね。めっちゃシャツインしてたんだけど、ダサすんごいダサい格好してた、恥ずかしい。めっちゃシャツインしてたよ。マリナさん、結婚してありがとうございます。めちゃめちゃ体操服並みにシャツインしてた、よかった。でもね、そんな映ってないもんね。グッチョ。ね、そう、全身黒だしね、わかんないよね。でもすごい体操服並みに、あのね、言ってた体操服並みにちゃんとうんってシャツインしてたパパさん、完了しました、ありがとうございます。なんかたまにさ、シャツインした方が落ち着く時ってね、お家にいる時とかね、シャツインしがち。いつもじゃないけど、いつもじゃないけど、たまにしちゃう。パパさん、タコさん、ありがとうございます。なんか体操服とかシャツインしなきゃいけない、なんか多分学校によるのかな。なんか私の学校は体操服は絶対にシャツインをしろみたいな学校だったんですよね。そう、シャツイン必須みたいな、絶対みたいな学校だったんだけど、だから授業中とか部活中とか体操服着てるときはずっとシャツインをしてたんですよ。でもなんか塾とか、そう、放課後とかにみんながシャツ出してるのに憧れて、私もシャツ出してた塾とかね、もうなんかどっか外で公園で鬼ごっこするときとかは、そう、シャツインをやめるんですよ、みんな。かっこいいと思って中学生時代、うえーと思って。なんかそう、なんかね、いい丈感があるんですよ。ズボンとシャツが出る丈感がちょうどいい丈感というか、なんかね、いい感じのなんか丈感があったんだけど、私体操服でかすぎてそう、なんか体操服でかすぎて、なんかチンチクリンに見えちゃって、だから私はあんまシャツ出さなかった本当はシャツ出したかったんだけど、なんかシャツが長くて、長でかい、サイズがでかいから、シャツがめっちゃ長かったんですよ、体操服の。体操服はね、体育の時も着るし、部活の時も、部活の時って部活に3択なんですよ、服が。部活するときは体操服か体操服、まあ吹奏楽部の場合だけど、体操服、ズボン、ズボンは体操服のズボンで、上がなんか部活着、なんか部活それぞれで、なんか部活動の、部活動用の T シャツがあるんですよ。それを着るか制服の3択、部活をするときというか、まあだから一回お家に帰ってもう一回部活に行くよとか、休みの日学校、そう、土日とかに部活に行くよっていう時はこのね3択から選ぶんですよ。なんかまあ決まってる日もあるんだけど、大会がある日とかは絶対制服で来なきゃいけないんだけど、そうそうそう、なんか普通の練習の時はそう、自分でそう体操服着る人もいるし、体操ズボンの上にその部活の練習着を着る人もいるし、まあ、制服の人はあんまいなかったね。
そう、そうだから大体私はねどっちか着てた、体操服着るか、そう、なんちゃら吹奏楽部みたいな後ろに書いてある T シャツを着てましたそうなんちゃらブラスバンドって書いてある、そうロゴが書いてある T シャツを私は着てました。部活中大体そのように2択なんです。あんま制服着る人にいない。コンクールの時はね制服です。基本的に中学生はねみんな制服。なんか小学生の小学生のコンクールは小学校って制服がない学校もあるから、制服がある学校はだいたいコンクールの時は制服を着るんだけど、小学生なんか制服がない学校はなんかそれっぽい衣装を着てた。なんか沖縄の学校はなんかすごいなんか沖縄チックな柄のお洋服着てる人たちもいた。まあ私は制服があったので小中ずっとコンクールの時は制服を着てました。そう意外とね吹奏楽部はあのね体育系文化部ってやれますからね。なんかそうね、なんかそう見た感じなんかちょっと海感じるなみたいな洋服を着てる学校、沖縄の人とかはそういう学校もあった。でも基本的にまあね、そうあの制服がある学校は制服、みんなで合わせない、みんなで合わせるからね、衣装っていうか衣装っていうか、そう服だからそういう時はちゃんとした靴下の色も白にしてとか、そうそうそう、コンクールの時は決まってました。中学校はねもう校則ががっちりあるからもうその校則通りに行けばいいんだけど、小学校ってそこまでなんか靴下の色まで指定がなかったから、そうそうコンクールの時だけ白靴下履いてそう部活前に一回帰宅はね、ああいう時であの始業式とかめっちゃ学校が早く終わった時とか一回帰ったり、でも大体吹奏楽部はねお弁当持ってきてそのまま部活だったパパさんハートやっこありがとうございます。服は自分たち制服だからね、自分たちが持ってるものでいけますこんばんは。バウチさん、タコさん、ありがとうございます。腹筋を鍛えるためにお腹の上に人が乗ったりはしなかったけど、わかんない。今したらこれは、ほうと思われるのかもしれないけど、先輩とかに、あの腹筋使うためにお腹グッと押されてた吹いてる時に腹筋を使いましょうということでね、そうお腹グッとされて、あっそううってそう反発しながらやってました。そのお腹でね、お腹をねグッと押されるからそれを反発する気持ちでお腹をグッて固めて楽器吹いたり、まあ最初の頃はね痛くないね、なんかお腹に力入れてるから痛くはないけど、そのグッてされるとやっぱさ衝動というかもう後ろにグッてそうちょっと下がっちゃうじゃん。そういうのはあるけど痛さはない。最近メールとありがとうございます。ぜひ返信もしてみてください。ハッシュタグ田中漢字はいい子ひらがなでメールの返信もお待ちしてます深村じゃないですよ、全然そんなことない。ハッピーサンサン50回ありがとうございます。そう、それで腹筋を使う習慣というか、そうこうやってされてもなんだろう、ちゃんとなんだろうね、そうなんだろう、なんか腹筋を使う習慣をつけました腹筋を使う習慣をつけてもらいました。うん、グーでパーンとかじゃなくてグッと押されるグッとお腹押されてうっ
cucumber はキュウリを英語で言ったキューカンバーとバイバイを組み合わせたものなので意味としてはバイバイです。キューカンバーとバイバイをグッとしたものですね。部活で筋トレもしてました。筋トレしたり走ったりしてました。小学生の頃、中学生になったらねそういうのはなかったんだけど、小学生の頃は部活がある日は毎日なんか腹筋と背筋となんかブレストレーニングっていうなんかより息を長く持たせようねっていうトレーニングと、なんか土日の時とかは運動場に走りに行ったりしてました。うんってテケ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 って、そうめっちゃ運動場ダッシュした後にすぐ楽器を吹くとかをして肺活量を鍛えてました。背筋してたけど私背筋苦手、背筋ゼロ背筋ゼロって言っていいぐらいない。背筋はねない、さっぱりと言ってもいいぐらいないです。よかったらね、キューカンバイも使ってください。人にバイバイって言いたい時キューカンバイって言ってそれ何って言われてみてください。そう、体育会系ですね、よく言われる言葉ですよね。吹奏楽部走った後はそうぜーぜーなるけど、ぜーぜーなる前に吹けみたいな、そんな感じ。ぜー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 なるまでにそうなるよね。そういうのをそう吹き飛ばして楽器を楽器の音を出してください、そんな練習もしてた。あとは普通に運動場ランニングしたり、休館場合は意味としてはバイバーイです。うん、まあまあそこそこね疲れることをしてました。ただの高田さん59じゃない、ありがとうございます。チャットではよくドロンって言ってる。こんばんは。でもまあ中学生になったらそういうのはなかった。先生も変わったから、小学校と中学校で顧問の先生が変わったから、中学校はそういうなんか走ったり運動したりなんか腹筋したりとかはなかった。その代わりお昼休憩になんか、学校の敷地内で鬼ごっこしたりリレーしたりしてた。あり余ってる人たち。新じいちゃんさん花束ありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。1167日ありがとうございます。1167おめでとう、ありがとうございます。うわあさらきさん花束ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。拍手ですね。おめでとうございます、ありがとうございます。褒められちまった。私のせいだ。次の公演、おお、もうね早いことです。もう5月終わっちゃうもんね。うん、もう6月に入っちゃう。6月に突入。はるみさん50カウント終了しました。ありがとうございます。こんばんは。
ね、梅雨が来ますね。梅雨が来るぞ。今日ね、雨降りそうなぐらいジメジメしてた。ジメ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 ってしてましたね。ジメジメパーティー。めっちゃ嫌なパーティー。キュリだよ、こんばんは。頑張ろう、6月も。うめ。こうやってね、こうやって影が見えるときにこうやってしたらお目目みたいになるよ。私はよくこれで小学生の頃遊びながら帰ってました。目って言って友達と並んで目って言いながら帰ってました。そうそう、ちょうどこれが、ここが黒目で、これこの腕が目の形で、ちょうど影にね映ると、そう、本当にそうリアルなお目目みたいに見えるんですよ。目って、たまにこうやってしてまつげっつって遊んでました。そう、影で見るとね、なんかね、いい感じに見えるんですよ。なおね、なおいい感じに見えるって感じなので、こうやって友達と遊びながら帰ってました。影で遊びながら目、結構本当にリアルなお目目の形に見えるから、ぜひ皆さん、ね、自分が歩いてる方向のね、前の方に影がある時間帯にやってみてください。目、あとこれは、これ夜間、影映った時にこれ夜間です。夜間だけは覚えてる。なんかちょっと変わった、ちょっとなんかこれ鳩とかカニとかキツネ。蝶とかとは違って、そう、覚えてるやつ。夜間、こうやってポトポトポトって。でなんか実際に見るとマジって思うかもしんないけど、影に見るとね、こういう、ね、ここの手のボコボコとかないので、いい感じに見えるので、ぜひやってみてください。影遊び、影はね、なんかちっちゃい頃よくお母さんと遊んでたから、こうやってやって、私がこうやってやったらお母さんがこうやってやって影映してくれるから、それにおちゃーってやってついで遊んでた。そう、キツネーとか言って遊んでました。小さい頃、そう、よく遊ん、それでね、遊んでたから覚えてる。夜間だけはちゃんと覚えてる。夜間、この目、持ち手のところをいかにね、丸みを、ね、丸く見せるかっていうのがポイントです。あとこの親指は、あの夜間の蓋のこのさ、つまむとこ、でこの親指が注ぐところです。コップはこうやってすればいい、こうやってして。コップはね、吸水も簡単、こうやって丸にして、こうやってこうやってするね。カエルとかあったよね。カエル忘れちゃった。なんかこんな感じだよね。なんかちょっとね、こんな感じね、ちょっと難しいやつだよね、カエルの。よくやってたのはワニの口。ワニの口って言って遊んでました。平和な遊びだよね。これで楽しんでたんです。ワニの口だーって遊んでました。ワニの口ってギザ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 ってしてるから、それが上の歯と下の歯がガッて合わさってこれ。
これはワニの口です。でも何かあるかな、こんな感じだよね大体。キツネも言ったし、あとは何かあるかな。手遊び、輪ゴムで、へえ、あ、あや飛び、あや、何あれ、あやのは、なんだっけあれ、あや鳥だ、縄鳥、あや鳥か、よくやってたな、東京だわとかやってた、もう人と一緒にするやつとかよくやってたな。こうやってヒュッてして、キュッキュッキュッて、懐かしい。あやとり大好きだった。学校の引き出しの中にあやとり、引き出し？学校の引き出しの中にあやとり入れてた。もう前あやとりをね引き出しの中に置いてました。それで、ね、遊んでましたよ。でもそんな得意じゃない。なんか、うん、のび太くん並みにできない。人並み程度って感じ。あともうやり方忘れちゃったね。なんか定期的にあやとりが流行るんですよ。波が来るの、あやとりブームが。でそのブームが来た時は学校の引き出しの中にあやとり入れてました。常備して休み時間とか雨の日とか特に遊んでた。それで柊さん星ありがとうございます。なんか簡単なやつとかはできるけどもう今はできない。さっぱり、もうやり方忘れちゃった。こんな感じにしてね、なんかこんな感じにしてさ、こんな感じにしてとかいろいろあったけども忘れちゃった。ほうきやってた、懐かしい。ほうきやってた。あとはね、折り紙をいっぱい折ってました。平和な遊びですね。こんばんは。髪の毛は暗くする予定は今はないですね。今のところございません。なんなら明るくしたいぐらい。逆にね。そう、なんか今日最近というか今日と最近だ、友達と私たちなんかさ、もう今年で21歳になるっていう話をして、なんか小学生の頃何して遊んでたかなっていう。最近だとやっぱりなんか小学生の時ほど会わない、会う時間が少なくなったから、まあ最近こんなことがあったんだよとかいう、まあおしゃべりすることが多かったり、あと映画見に行ったりとかさ、なんかどこかにお出かけしたりとかが多いけどさ、小学生の頃はさ、そうやってあれさ、今みたいにさ、あやとりしたりさ、折り紙折って遊んだりさ、ね、なんかすごい何でも遊べたよね。 そこに何もなくても絶対遊べたじゃん。何もないさ、土のところにさ、自分たちでさ、靴でさ、線描いてさ、自分たちで靴で線描いてドッジボールしたりさ、真ん中の線とか後ろの線とか描いて、それだけ描いてバドミントンしたりさ、バレーボールみたいなちょっとボール遊びしたりさ、ね、飛んでる。前髪、そう、前髪はちょっとね切りましたね。遊び方無限大だったよね。すごいよね、あの頃。ガラワさん、いいね、ありがとうございます。そう、なんか公園で遊んでるちっちゃい子を見てなおさらそれをなんだか実感しました。ああそういえばと思って、私たちはあの何もなかった公園で何時間も何時間も遊んでたなっていうのをね。本当に何もなんか、あれ、ここは公園それとも日
広場みたいなここでずっと遊んでた。すごいよね。最近だとねもうやっぱさ遊ぶなんかさね、バリエーションというか決まってきちゃうというか、まあ話すことがメインになっちゃうじゃないね。なかなかねゆっくり話せないからね。ケンケンパとかしてた。ケンケンパって言ってケンケンパケンパケンパケンケンパって言って遊んでましたね。そうね、基本的には公園にいましたね。私は公園に行って鬼ごっこしたり氷鬼したり軽泥したりあのバカ回しとかしてた。ちょっと名前悪いけどね。グラハムさん星ありがとうございます。名前悪いけどそうバカ回しっていうボールを使って一人バカがいるんですよ。超名前悪いけどね。でもこれよくやってたんだけど、なんか複数人でやる、まあ例えば4人でやってるとしたら4人中1人バカがいるんですよ。でそうで3人ねバカじゃない人がいるんだけど、3人でボールを回すので、その決められた1人のそうまあ名前は悪いけどおバカさんにボールを取られてしまったら負けっていうゲームなの。だからそうおバカさんにボールを渡さないように3人で上手にパスをし合いながらそうするっていうゲームも、ね、やってましたよ。よくやってた。私よくバカになってた。取れないし投げるの下手だから。そうそう、もしそうバカに渡してしまったら投げた人が次バカになるの。そう投げて取られてしまっ、バカがうって取ったらそのそバカが取るときに投げた人が次はそうおバカになっていくっていう、そうどん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 そうバカが変わっていきます。だからそう自分が投げるの上手な人とかは全然そうおバカにはならない。っていうゲームもやってましたよ。唯一よくやってた球技。球技でもないけど、そうちょっと名前は悪いけどね、サッカーのサッカー部の練習、ああドリブルでってこと、それをドリブルとかね、パスでってこと、大変そう。そうそうね、パスを回すゲームですね。なんで名前がねそうなったかわかんないけど、私の周りの同級生はバカ回しで通じた。みんなバカ回ししようって言ったらオッケーオッケーって感じだった。なんかいろいろあるよね、その地域地域でさ通じる遊びと通じない遊びが。こんばんは。公園、子供の頃公園で始めたこの、でもやっぱ公園は多少知ってる人しか集まらない。やっぱ校区内とか校区外とかあるから、小学生の頃ってその決められた校区内でしか遊べないんですよ。で決められた校区内ってことは その校区は学校1個で決まってるんです。だから同じ学校の人しか出会わない、校区内で生きてたら。そうそう、だからね知らない人はねいなかった。なんかあ顔見たことある、あの人何年何組の子だとかそういうのはね全然わかる。から本当に知らない子と出会うっていうのは小学生時代はあんまりなかったです。決められた場所で決められた範囲で遊ぶから、みんな一回国外出て怒られた。新学期早々怒られました。そう厳しいですね。小学生の頃はやっぱりいろいろ危ないじゃないですか。なんていうの？校区外 OK だったらどん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 遠いところに行っても OK ってなっちゃうから、やっぱちっちゃい小学生、まあ小学生でくくるとまあ1から6年生までいっぱいいるけどさ。でもなんか1年生とかの子がさそんな遠くまで行ったりなんかね
知らないようなところに行ってしまうのがダメだからそうっていう安全面を考慮した校区内だ。あとは通学路とかも決まってたんですよ。私通学路を何度も破って怒られましたけどそう決められた通学路もあったんですよ。やっぱりそう帰るときにさ、なんかいろいろやっぱ あるじゃないですか、危ないことがね。この世は誰がいるかわからないからってね何が起こるかわからないよっていうことで、そうちゃんと通学路も決まってたんですよ。やっぱそうやってさ決まった通学路があればみんな同じ道通るから、まあまあそんな一人になることはないじゃん歩いてて。だからまあね、ちゃんと安全面を考慮した、そう集団下校とまではいかないけどみんな同じ道を歩こうねみたいな決められた道があるから、ちゃんとそう、 そういうのもね全部決まってた。そうそう、なんかさどっかね工事のね敷地内横切って怪我したりとかしたら危ないじゃないですか。工事の場所の人にも迷惑がかかるし自分も危ないしっていうことで、そう全部決められてたんだけど、そうそうそう、そういうのがいろいろね小学生の頃はいろいろ決められた中で生活をしておりましたので、そうやっぱね会う中会う中は会う、そうやって会う人たちはみんな知ってる人、子供で会うとみんな同じ学校の人だから、そうそう、なんかね小学生の頃は分かるんですよ、顔を見るとあの子何年何組だってあの子は何年何組だって分かるっていうすごいね特殊能力を持ちます。もし自分たちが6年生だとするじゃないですか。で同級生がいて今同じクラスだよって、あなた1、2年生の頃は何組だったでしょうっていうのがね顔でわかるの、なんかすごいよねね、情報社会ですよ、そういろんな情報が回ってますから小学校もこんばんは。学年違う子でも、あああの子大体何年何組の子だろうなとか、そうすごいよね、なんか小学生って、人は小学生児童は多いけどなんかね世界は狭いみたいなワッチさん花束ありがとうございます。何組まで分かるよね、すごいよね、なんかびっくりする、私も自分でもびっくりする。なんかね顔で分かるんですよ、あ何組顔っぽいっていうそう、あこの子3組っぽい顔してるなと思ったら大体3組の子だし、あこの子2組っぽい顔してるなと思ったら2組なんですよ。なんかね分かるのそう、なんか説明してって言われると分かんないし、違いを説明してって言われると本当に分かんないんだけど、そうなんかね顔から分かるの、そう顔が1組だっていうあなた1年生の頃3組だったでしょ、なんかそういうお顔してるみたいな、なんかね直感もあると思うし、なんかぽいなっていうのも多分あるのかな、そうそれでね意外と100発100中ぐらいで当たる何組っぽいって何組っぽいっていうね、あなた3組っぽい顔じゃん、説明もできないしよくわかんないけど、あ多分そうね、警報っぽいとか H っぽいとか T2 っぽいとか今までいろいろ多分あったじゃん、それと同じだと思う、多分感覚としてはすごい上手だ、そういうことですみんなで言うとそうだね、そんな感じ、あーすごいね、すごい今納得した、すごい大天才だそんな感じ、感覚はね、だからもうなんか本当に直感だよ、直感というかね、なんか自分が思ったって感じ、できたじゃないでも当たるんだよ、でも当たるんだよちなみに私は何組っぽいですか何組っぽいでしょうか、
か2なんだ。わすごい、3か2だ、すごい、3か2だ、多いね。すごい、なんか1とかじゃないんだ1ではないんだなんだろうそれまあなんとなくなんだよね。でもね、合ってる合ってる。私は小学校3、4年生の時と中学校3年生の時が2組だった。小学5、6年生の時は3組だった。もう合ってる、正解あと小学校のなんかちょっと最初も2組だった。途中でちょっと転校したからクラス変わった。ずれてない、正解正解でもね、1組にもなったことあるんだよ1年生のと小学校1年生の途中からと2年生は1組でした実は1組にもなったことがあります。でも確かに2と3多かったかな。2と3はね多かったですよ。だって2組は3年間2組に合計でね、3年間2組になったことがあって、3組は2年間あるから一番多い正解母さん欲しい、ありがとうございます。パパさんかわいい、ありがとうございます。一番なんだろう、年数が多いトップ2クラスが3組と2組なので正解です。6年間2組だった、わっいいねそれ。あでもそっか、ゼッケン問題ね。学年の方だけどんどん変えていくシステムで。幼稚園の時はね、お花の名前でした。そうそう、だからバラ組とかユリ組とかお花の名前。年少さんの時は覚えてないけど、年中と年長だったらユリとバラでした。高校は数字とアルファベットをギュッとしたもの両方使ってた。バーチさん、ハート100個ありがとうございます。そうね、アルファベットプラス数字みたいな。なんか高校的にアルファベット使い始めるよね。ああいう科が多いからかな、いろいろあるじゃん、なんとかコースとかなんとかカとかが多いからなのか、急にアルファベットが出てくる数字だけじゃ収まりきれないんだろうね。こんばんは。か、書いてない。科目のから。意外とね、イメージってあるものだね。12時45分はね、ちょうどいい。なんか最近の私の生活リズム的にちょうどいい。なんか夜ご飯とか食べてちょっとまったりして、さそろそろ書類もしようっていうむくって起き上がる時間帯にちょうどいい
めちゃめちゃちょうどいい。 B 組はなかったけど、私たちはなんか、私はなんかいなんていうの、なんかいろんなアルファベットがあって、アルファベットごとにコースが違う。コースとか何かとかいろいろあるじゃん。理工科とか英語科とか、そういうなんかコースが違って、そコースごとになんか F とか T とか S とかあって、その後にそう、でもその科の中でも1組2組3組4組があるから、なんか T1 とか T2 とか難しいやつですね。入学当初こんわけわからんっていう感じの、そう現実世界でもそんな感じでした。最近夜更かしは あんまりしてるる。そうそう、そんな感じ、そんな感じのクラスの分け方だった。アルファベット2みたいな、アルファベット3とかしてますね、夜更かしちゃんは。イエーイ。最近はメイク動画を見るのにハマってます。夜な夜な人のメイク動画を見て、うわーこのメイクしてみたいなーっていうのをそう見たり、同じアイシャドウが欲しいなーとか、こんな色のリップが欲しいなーとか思って検索してます。ちゃんと夜更かしする。最近はそういうことをしてることが多いですね、夜。なんかどうしてもなんか見たくなっちゃうんだよね。それでなんかメイク動画って YouTube で調べて、あこの人のメイクいいなとか思ったのを見たりして、その人が使ってるメイク道具を検索して、あのいいねを押すっていう。そうネットショッピングで同じそのね見た人と同じメイク道具をこうやって検索していいねを押す。メイク道具が安くなる、そうなんかサイト使ってるサイトで安くなる時があるから、その時まで待ってる今。周期的で言うと6月に多分そう割引セールが始まるあるはずなんだよね。6月にだいたい3ヶ月に1回のペースで来るんですよね、きっと。6、9、1みたいな、1,3 とか感じで3ヶ月に1回ぐらいのペースで来るので、そう6月になるまでそういいねを押して待っておこうっていう。バチさんいいね、ありがとうございます。そんな感じでね、メイク道具はね調べていいねを押してっていうのでね、今は止めてる。こんな感じです。睡眠時間はね、まあそうね、基本的にお休みの日とかは睡眠時間はもうすごい長々ってなるんだけど、確かにお仕事がある時は基本的に睡眠時間は変わらないね。夜更かしをしたとて、夜更かしをしなかったとて変わりませんね。睡眠時間は基本的に、割りさんじゃあ健康じゃねっていう。健康ではないけど生活習慣的には良くない、いや普通、どっこいどっこいだ、良くも悪くもね。夜更かしするときは、他には人がご飯食べてるのを見るのが好きだから、人がご飯食べてるのを見たり、人が話してるのを見たりかな。
あとはなんかルックブックって言ってYouTube YouTuber の方がなんかいろんなお洋服を実際に着てみて紹介してくれるやつがあるんですよ。ルックブックって言ってね、いろんなお洋服を着て、これはどこで買ってこんな感じだよ着てみたらっていうのを紹介してくれるやつがあるので、そういうのを見たりしてます。そうね、そう、あ、そう、人が話してるのとかで言うと、あの中里依紗さんを見たりそうそう、1週間コーデとかそういうのをね見たりすることも多いですね。なんだろう、おすすめとかに流れてくるから、そういうのとか、そういうのを見たりする。あとは TikTok とかで切り抜きされてるのを見て、わ、面白そうだなと思って見に行ったり。犬シャンプー、うや、かわいいじゃん、絶対かわいいじゃん。夜更かしして次の次の日は早起きをし、夜更かしして次の次の日は早起きから夜更かししました、昼夜ちょっと逆転しましたってなったら次の日ってことだよね。頑張る頑張ります、はい多分ね、夜遅くまで起きてて朝ごとに朝方に寝てもうに、ね、生活リズムが崩って出てしまった次の日ってことだよね。頑張ります、気合ですね何も対策できないので気合で起きて、そう、戻します気合だけでした全然濡れてないけど行かなきゃーっていう感じで、レッツゴー、気合ですね何のアドバイスにもならない、みんなそうだよって感じですけどだよね、そんなもんだよね。なんかさ、昼夜逆、なんか長期休みの時にさ、昼夜逆転したからなんか一日寝ずに、そう、過ごして夜に寝る、そしてリズムを元に戻そうみたいな、よく聞くじゃないですか、長期の休みで生活リズム昼夜逆転しましょうって言ったら、だいたい朝方に寝てたのを朝方寝るのを我慢して夜まで起きて夜に寝て生活リズム戻そうって話よく聞くけどさ、絶対無理じゃんだいたいそういうことをやろうって言ってる人ってだいたいさ、途中で寝ちゃってるじゃん、夜になる前にね。学生の時ね、学生の長期休みあるあるですよね、一日寝ない、一日寝ずに夜まで我慢するんだ、そして夜に寝て生活リズムを戻すんだって言うけどね、そんなのは大体できないので気合ですね、頑張りましょう結局根性論根性や一回ね、そのね、でね、気合で行って、まあ普通の生活したらね、戻るからね。1日目がきついよね。2日目からはさ、正直リズムは戻ってるからいいんだけどね。生活リズム崩れた、ね、次の日のリズム戻しますっていう初日がきつい。わかる？でも1週間ぐらい調整期間あっても絶対この期間ね、また昼夜逆転すると思うね、一度あることはね、何度もあるって感じで、きっとね、そう、1週間調整期間を設けたとてギリギリまで昼夜逆転すると思うそんな想像がつく。仕方がないっちゃ仕方がない。なんだろうね、あのさ、
休みの日にさ、なんかね、うん、うわーってテンションね上がってルンルンで夜更かししてしまう。テンションが上がっちゃう。次の日休みっていう多分ね喜びだろうね。喜びからかどうしてもね夜起きちゃうんだよね。あとさあれだよね、いつもだとさ、うわ明日早く何時に起きなきゃいけないから早く寝ようとかあるけどさ、次の日休みだったらさ、特にまあまあお出かけの用事とかあったらあれだけど、休みだったらさ特に何時に起きるっていうねことはないからね、あ別にいいかってまあいいかっていう意思弱々ですね。弱ブレブレです。ふにゃんふにゃにゃにゃん。こんにゃくよりやばい。ふにゃ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 。そんなもんだ。仕方がない。明日も夜にするのでまた時間が決まったらお知らせします。明日は29日。くせい休みでも一回起きちゃったり、あ夜中にってこと。私基本的にね一度寝てしまったら結構ぐっすりタイプですね。意外とぐっすりしますね。一度寝てしまえば最強みたいなところはございます。でも起きる時もある。なんかねこれなる人とならない人がいると思うんだけど、夜中に目が覚めてなんか手足がムズムズするんですよね。これなんか手足ムズムズ病っていうなんか一応あるんだけど、名前がなんかどうしようもなくムズムズしちゃうんです。こんばんは。なんかね、なんだろうね、表面がというよりか体の内の底からムズムズするみたいなのがあるんです。もうそれにあるともう寝れない。もうずっとムズムズして、あもうあ手足バタ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 って。手足バタバタさせてるんだけどね。あるよね。なんかこれは多分ねなったことあるな。あ本当にあれね、治し方が分かんない。気づいたら収まってるよね。何をしたら治るとか正直分かんないんだけど、そうなんか不意になって不意に治るみたいな。その時いつも私はもう手足をバタバタさせてます。バタバタバタ。じっとしてられないから、なんかじっとしてなんか別になんか特にバタバタさせたところで何が変わるかって言われると、バタバタしてる瞬間しかなんだろう、まあちょっとね紛らわせるみたいな気持ちを紛らわせることはできないし、じっとしてしまったらまたムズムズしてしまうんだけど、あれってどうしたらいいんだろうね。なんか困っちゃうよね。なんかこっちはさ次の日朝早いからさ早寝たいんやけどってね、はよ寝かせてくれよとか思いながら、でもさ手足がムズムズするわけじゃないですか。うわーってなる。確かにね、飛行機とかさバスの中とか電車の長期移動の時で座ってないといけない時になってもしんどいよね。なんかうわーってなる。あれはどうしたらいいんだろうね。なんか教え、なんかね対策というか、なった時により早く治す方法っていうのを知りたいよね。なんかそう不意になって不意に治るみたいな感じ、収まるみたいな感じなんです。気づいたらそうムズムズしなくなって、そうかゆい、かゆいはさなんか表面がかゆいじゃん。でもムズムズが体の内の内からムズムズするの。だからかゆい時ってさ表面が痒いからさ、かけばなんとかさなるじゃん。
なんかかゆい、あここかくみたいな。じっとしてる、じっとしてるともうめっちゃムズムズするの。なんかもう本当にじっとしてられない。でもそう気持ちは寝たいの。明日朝早いから早く寝たい。あと2時間しかない、うわーみたいな感じなんだけど手と足がムズムズするから、そうじっとしてられないのっていう。そうあれすごく嫌い私大迷惑うーん、でもなんか調べてもなんか直し方みたいな、そのなった時の対処法みたいなのが特にそうこれといったものが書いてないんですよ。今もあるある、全然ある。でも多分なんか不意にって感じ、本当に何が理由でなるとかそういうのはね全然ないと。ない？そうある、なんかねある人の、ダメない人はね全然ないんだけど、意外とねある人はねあるんですよ。足が多いね、足がムズムズする。そう足の筋肉伸ばしたりするだからなんか足プンってそう伸ばしてみて、なんかちょっと紛れないかなとか思ってやってみるんだけど、結局ムズムズするんだよね結局なんか体の内側って 中身がムズムズしてるって感じ。うん、あれが目覚めた時に起こるとしばらく寝れないってなるもう悲しい気持ちになる。定期的、まあ定期的にというか、まあまあたまそんな、まあ決まって頻度は決まってないけど、まあたまに私のところにいらっしゃいます、手足ムズムズさんが。うん、基本的に足だね、足によく来る、足がムズムズってなる、うわーって気持ち。思い出して嫌な顔してる。なんだろうねあれはねーと思うんだけど、まあねー分からないよねーって。どうだろうね、金縛り分かんない。私金縛りはねなったことないんですよ。金縛りはないかな。なんか昔はそうなんか上に人が乗ってるみたいな、そういう感覚はないんだけど、寝ててパッとそう目が覚め、なんか目開いた時に自分は動いてないんだけど、自分の周りでなんかめっちゃ喋ってる人がいるの一人とかじゃなくて複数人がめっちゃ喋ってるの。なんかああだよこうだよ、ああだよこうだよみたいな、すっごい言ってくるの私にすっごい、もうみんなもう好き勝手にいろんなことを言ってくるの私にあっちだよこっちだよあっちだよこっちだよみたいなのを、なんか複数人がうわーって私の周りに言ってくることはあったけど、悲しみはないですね。そうみんなが私にねなんか提案してくるんですよ、案をこうなんじゃないかな、ああなんじゃないかな、ひゃーっていうのをめっちゃみんなが言ってくるんです。それはあったけど、金縛りさんはね今のところ何もない。なんかわかんない、これはよくわかんないです私でもわかんないけど、なんかそうそうそう、天使と悪魔がたくさんいるみたいな感じ。霊感はねない、うん全くさっぱりない。金縛りはないですね。人がお話ししてるのとかですね、さっき聞いてすごいなんかみんながすごい私の頭の周りで大会議をして私にすごい問いかけてくるみたいなことだったけどお待ちしてます。お疲れ様です、こんばんは。人の体というもの不思議ですね。なんか証明できないことがいろいろあるじゃん。でもなんか見てみてほしいよね。なんか守護霊とかいるのかな私にも。今私がこうやってったら頭よしよししてたりするのかな。ガシガシガシ。
いるんだよ。どうだろうね、いるのかな。どうしよう、こんぐらいの人が一人いるかって全然全然全然おらんみたいな、こんぐらいのサイズの人がピッピピッ。誰、どんな人がいるか聞いてみたいよね。なんかいろいろさね、聞く人なんかいらっしゃるじゃん、テレビとかでもさ、そういう特集でさ、なんかあなたにはこういう人がついてますよとか言う人がいるね。聞いてみたい、私にはどんな守護霊さんがいるのかね、どのぐらいいるのか聞いてみたいな、ね、一度はね。なんかそういう霊感とか全くないからさね、聞いてみたい、めちゃめちゃ気になる。こんばんは。ね、人じゃないこともあるかもしれないから聞いてみたいな、どんな守護霊さんが。怖がりの守護霊、どんな守護霊さんがいるんだろう。私にはになるね。これも聞いてみたいことだ。ね、私も壁しか見えない前世、ああ前世あるのかな。前世とは違うかもしれないけど、あの私の田中家の先祖代々調べてみたくない？どんな人が、そう、なんか、もしかしたらさ、ね、この人遠い遠い遠い親戚だったのみたいな人がいるかもしれないじゃん。ね、なんかそういうのは気になる。見てみたい。びっくりした、やったことない。うん、前世もちょっとねあるの、前世はちょっとあるかないか、ちょっとなんかちょっと信じ、半分信じて半分信じてないみたいなところあるのでもうなんか先祖代々田中家みたいな、私の田中家ね、うちの田中家、うん、なんか先祖代々こういうね人たちがいて、遠い親戚こういう人たちですよみたいなのは聞いてみたい。それはね、とっても興味がある。だって現実的な話じゃん。なんか前世とか言われるとさ、なんか自分に記憶がない、まあ自分に記憶がないというか、なんか思い当たる節がないというか、だからなんか聞いてもふわふわふわって感じだけど、守護霊もなんかそっちの部類。いけたかな、ごめんなさいね、一回切っちゃった、切っちゃったかもしれない、ごめんなさいね。充電してたはずなのに充電ができてなくて、そしたら一度配信を切ってしまいました。いけたかな、あ、いけたよ、よかった、ごめんなさいね、失礼いたしました、ソーリーソーリー、間違えて変なボタン押して、なんか配信切るって押しちゃった配信切りますって送っちゃった、失礼だっこりでした。田中家家紋あるらしい、なんかなんかこの前友達と苗字の話になってえっと思って、なんかまず上家、一上家とか二上家三上家九上家とかってすごいかっこいいって話になって、この人たちの家紋はこういうのなんだよみたいな話をして、うわすっげえカモンかと思って、カモンとかあんのかっこいいとか思って、そう、そんなね、なんかかっこいいじゃんカモンって。だから田中家もカモンあるのかなと思って、田中家カモンって調べたら、有名なカモン71種って出てきたあれと思って、まず
71種類にもびっくりしたしさ、しかもなんかそれが全71種類じゃなくて有名なカモンみたいな、有名な田中家のカモン71種類だったから、いやうちのカモン分かんないっていうカモンかそう、なんか自分の家のさカモン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 かカモンカモンを知りたくて調べたんですよ、田中家カモンってカモン、ちょっと分かんなくなってきたそう調べたの、そしたら有名な71種類だったから、私の家これに、ね、入ってない可能性もあるわけみたいな、入ってたとしても71種類からね、調べるというかさ探さなきゃいけないのみたいな、何これと思って全く分かんなかったけどね、かっこいいなと思って、でもそうそういう話になった田中家だけじゃなくて、田中家全体の71種類じゃなくて、そのね、田中家の中でも有名なやつの70種類だからもっと多いんだよ多分分かるわけがないっつって誰が私か分からないっつって、うん、すぐにサイト閉じましたてみたかったんだよね、なんか一条家とか二条家とかは1種類とかだったから、一条さんはこれなんだっていうのが分かったんだけど、分からないと思ってやめちゃいました。カンさんタルマありがとうございます。そうそう種類もね、そう多分ね、おなんだろう、苗字がね、苗字ランキング高いければ高いほど多いと思うから、なお教えてください。ありがとうございます。え、ミュージと関係ないの？田中家って書いてあったけど、その田中は田中の田中じゃないの？そうなると何が何だか。あれはミュージのね、あれじゃないか。ね、わかんない。誰か調べてーって誰か分かる人調べてーっつって、ね、私のご先祖様も調べてーって自分の宮司が全国で何件、うん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 、なんかそういうの定期的に 見ちゃう、なんか友達と話して定期的に気になって見ちゃう、珍しい苗字の人とか見てかっこいいって言って盛り上がるっていう、ね、そんな正直ね、そう、あの正直言うと多分くだらないような話をして、え、何この苗字超かっこいいじゃんとか言ってね、え、ももせみたいな、なんかなんちゃらせってついてる、瀬戸内の姓がついてる苗字の人ってかっこいいよねとか言ったりしてうん、本当にこんな話をした、おばあちゃん家とか行けばわかるのかな、家紋難しい、わ、そうそうランキングを読もう、まずまずまず肌割ってしまう。13位キョさんありがとうございます。12位はるみさんありがとうございます。11位ぼうちゃんさんありがとうございます。10位にゃわるさんありがとうございます。9位てんぱいさんありがとうございます。8位ななみんちゃんありがとうございます。7位ばうちさんありがとうございます。6位ガロワさんありがとうございます。5位しんじいちゃんさんありがとうございます。4位パパさんありがとうございます。3位たっちゃんありがとうございます。2位かずみさんありがとうございます。1位しゅうさんありがとうございます。よいしょ、今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。
おやすみなさい。バイバーイ。